ファットを使った会話を勉強しましょう。ファットは日本語では何もしくは何と表現します。ファーストステップ。ファットプラス B 動詞。これは何ですか？それはポットです。この花は何ですか？その花はバラです。この動物は何ですか？その動物は鹿です。このお菓子は何ですか？そのお菓子はどら焼きです。この料理は何ですか？その料理は天ぷらです。セカンドステップ。ファットプラス動詞。今朝何を飲みましたか？お茶を飲みました。コンビニで何を買いましたか？コーヒーとパンを買いました。今晩何を食べますか？カレーとサラダを食べます。日曜日何をしますか？友達とランチを食べに行きます。夏休み、何をしたいですか？山でキャンプをしたいです。サードステップ。ファットプラス名詞。今何時ですか？4時半です。今日は何曜日ですか？今日は日曜日です。桜祭りは何月ですか？桜祭りは4月です。何日に出発しますか？16日に出発します。電話番号は何番ですか？1234567878です。このピザは何種類の味がありますか？4種類の味があります。ファイナルステップ。ファットプラス女子。誕生日に何が欲しいですか？カバンが欲しいです。何でハンバーガーを食べますか？手で食べます。何について話しますか？政治について話しましょう。何か面白いことはありましたか？特に何もありません。この漢字は何と読みますか？その漢字は終了と読みます。何という意味ですか？終わりという意味です。終了です。何、何を使った会話ができるようになりましたか？ Oh, no. それではまた来週。さようなら。